さかこの日、何気なく差し出した傘が、私の人生を大きく変えることになるとは、つゆほども思っていなかったのです。日向瀬蛍ちゃんだよね。はじめまして。好きです。なんで私なんでしょうか。君にとって愛ってどんなもの。僕にとっては運命の人、ただ一人に注ぐものだよ。誰かを特別好きになるって気持ち、本当によくわからなくて。どう、少しは蛍ちゃん好みになったかな。いつか私にも恋はできるかな。花の井くんと恋の病、2024年4月放送開始。どうしたばあさま。いや、じいさま、あれ見てけろ。お、金色のリンゴだ。あ、肖像じいちゃんじゃよ。いねばあちゃんじゃよ。認めよう。やっぱり信じられん。まさかお父さんがあんなイケメンだったなんて。どうも、斉藤です。なに、手に取るようにばあさまの動きがわかるわい。これ危ねえな。お願いだから嫌いにならないで。わー、孫の前で口説くだなんて、おばあちゃん大胆。じいさま、素敵だべ。わしは何もしとらん。おじいちゃんとおばあちゃんは手をつないでデートとかしたことあるの。じいさま、男ならここは察するとこだべ。元に戻ってしまった。それでもわしは妻以外嫌なんじゃよ。ばあさまだから嘘をつくんじゃよ。老いを責めるでね。わしらはずっと何も変わってないのさ。わしがばあさまだけ置いていくことはないから安心せい。テレビアニメ、じいさんばあさん若返る、2024年4月より放送開始。クラゲってさ、自分では泳げないし輝くこともできないけど、外から光を溜め込んだら自分でも輝けるようになるの。だから私も私みたいな普通の女子高生はさ、選ぶより選ばれるだけで精一杯なのよ。私の好きな絵を汚してんじゃねえ。大ファンです。元アイドル、匿名シンガーのジェリーちゃん。ジェリーに夜の絵があったら最高だと思わない。一緒にやってみない。ジェリーの最終目標はフォロワー10万人。この人はまた無茶を。ねえメイちゃん、解釈違いです。さすがメイ。俺はお前らと違って学校があるから。それじゃグッバイ世界。某月某日超ヤバい MV が完成。無理ってどういうこと。彼女ちゃんには分かんないわ。人の目なんて気にしなければ。私にはそう思えないよ。自分が嫌いなんて思ったことないです。解釈違いです。そうやってすぐ人に合わせやがって。私そんなに自信あるように見える。逃げてばっかり。自分が自分じゃなくなるのが嫌なの。嫌だ。私だけ置いてけぼりになりたくない。好きなものできました。私は夜の絵が大好きだよ。書く理由取り戻したんだな。だから夜私のために描いてよ。これで私もちょっとは輝けたのかな。俺の青春はこの箱に詰まっている。なになに、恋物。高望みはいかんよ。そもそも付き合うのも無理だろ。千夏先輩はシード校で、お前は1回戦敗退校。大輝、練習するぞ。自分が楽だからで打ってると一生そのままだぞ。
してもボールに触っていたいんだよね。全国諦めたくないなって。やるって決めたんだ。俺もこの夏インターハイ行こうって。あの時の私は今より幼稚でバカでかっこ悪くてかっこよかった。東西南北から一人ずつ集めてアイドルグループを作る。私可愛い子を見るたび思うんだ。アイドルになればいいのにって。そのためのきっかけを作りたい。それが君の夢なんだ。夢じゃない、夢で終わらせたくないから現実にする。僕が一番何にもないだろう、君も一番何にもないだろう。僕ら何も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 手にできてないの。悩んでる、何が大事なのか。アスマさんは本当に何も分かってないわ。分かってる、こんな奴がアイドルになるべきじゃないってことぐらい。でも私、トラペジウム。どうしてそこまでしてアイドルになりたいの？初めてアイドルを見た時思ったの。人間って光るんだって。義理の妹という存在はただの他人だ。創作世界にあるような出来事と現実は違う。兄弟は他人の始まりっていうらしいけど、それが義理の兄弟ならば最初から他人で最後まで他人のまま終わるってこと。俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな。私たち似てるね、ダメなところも含めて。これはいつか恋に至るかもしれない物語。他人が家族へ、そしてその先へ。少しずつ変わりゆく日々を映す恋愛生活物語。義妹生活。2024年7月放送開始。私は北条時行。私はこの鎌倉が好きだ。平和に暮らす人々の笑顔を見るのが好きだ。地位も栄誉も別にいらない。この町で生きていければそれだけで。この地でみんなで強くなろう。一応天下を狙っている。うわー、なんだ。すっごい綺麗。おい、あれ、え、お、九条さんじゃん。おはよう、久世くん。おはよう、久世くん。おはよう、ありゃ。見らしか。いや、なんか言ったか。別に、みっともないって言っただけよ。かわいいってなんだよ、かわいいって。それさっきも言ったよな。はい、パクロスニア、クレッカクリビオン。誰が赤ちゃんだ、この野郎。ドリアミニア、当時ハ、ヤ、ク、バーカって言ったのよ。イマグポペリッジ、トラック、ストプティプラボレンセル。アオミニアシト、ミセルブリスティボラセ、イズミエニク。こっちは全部わかってんだよ。ミラシカ。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。私の最初の間違いはジュンを好きになったこと。ジュンはかっこよかった。もろにタイプだった。ずっと好きだったって言いたかった。
姉ちゃんがジュン君を好きだなんてとうの昔から知っていた。だからジュン君に気持ちを伝えることはできなかった。私がそんなことをしたら今の関係が崩れてしまう。つまり私はただ臆病なだけだった。確かに僕は初恋と言ってもいい。初恋は初恋なんだよ。今までありがとう。バッカじゃないの。恋は双子で割り切れない。2024年放送スタート。世の中の可愛いものは女の子のためにあるらしい。人には多かれ少なかれ普通じゃないところがあるのだと思う。ただ自分の場合他の人より変なのかも。一年の青井咲です。それでお話ししたいことがあって。あなたが思っているような女の子じゃないよ。私にとって特別なんです。一番誠のこと分かってやれるのは俺だからさ。親友だからな。俺が守ってやらなきゃだろ。私本当は男の子なんだ。男の子なんですね。